東京ヤクルトスワローズさん、一晩で 1.5 億円失ってしまう。阪神様様ヤクルト消化試合でびっくり3億円興行早々にチケット完売、価格変動シート導入、すごい金額に、ヤクルトは22、23日にリーグ優勝した阪神を神宮に迎えるが、日本シリーズ、ワールドベースボールクラシック級の3億円興行となっている。ヤクルトは今季から曜日や人気によって価格変動するダイナミックプライシングを導入し、阪神2連戦は通常6200円から7000円の指定 SS 三塁側が1万3600円と倍近くまで上昇。外野指定席 A は右翼席3200円に対し、左翼席はなんと8500円にまで跳ね上がった。これは昨年、神宮で開催されたオリックスとの日本シリーズの外野席 A の4400円の倍以上で、3月の WBC 準々決勝の外野指定席7000円よりも高い。しかも、これまでは左翼席の半分はヤクルト応援席だったが、9月からは全部ビジター応援席に変えている。すごい金額になっているけど、それだけ来てもらえるということなのでありがたい、と営業担当者はホクホク。収益は2試合で3億円超と見られる。なお中止で今日の分は全額払い戻し、また同じ値段で売ればええやん。もう誰も来ねえよ。振り替えが最終戦かつ阪神戦になるからまた同じように取れるぞ。アンチ敗北やな。バンテリンでもこれやってて腰抜かしたわ。ついこの間の話やで、ロッテに隠れてヤクルトはチケットぼったくりだわ。なんか昔話みたいやな。悪どいことやるとこうなる。令和の3億円事件。そんなに中止にしたくないなら新球場に屋根つけろよ。悲しいな。この欠陥球場いつ建て替えるの？ヤクルトビジターの値段だけ上げてるってマジ？ヤクルトは阪神ファン相手に外野で8000円みたいなぼったくり価格で売ることを賢いとか自画自賛するような球団にいつの間になってしまったんだろうな。甲子園の外野の子供料金とか1000円しないのに、ヤクルト500万本分やんけ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。